あーこっちの人ですか羽生善治球団の擬人化した表現に藤井聡太王将も思わず笑ったから続く立ち合いの森内俊之18世名人と将棋連盟会長の佐藤康光永星棋聖が番足に挑戦者席に羽生善治永世7冠が座る3人がタイトル戦で和服姿で揃い踏みするのは何年ぶりだろうか このレジェンドたちの視線を受けても涼しい顔をしているのが若き王者藤井聡太王将対局開始のシーンはなんともエモーショナルだ第72期アルソック杯王将戦七番勝負は藤井聡太2勝羽生善治1勝で第4局を迎えた羽生善治が誘導した直近の前例はすべて豊島の将棋だった 藤井聡太は過去6回の七番勝負で4局目を終えての成績は4連勝防衛が3回3勝1敗が3回しかも第4局は5番勝負を含めても過去9戦全勝なのだ藤井聡太は2月5日に開幕した渡辺明起用に挑戦する第48期起用戦コナミグループ杯5番勝負第1局でも絶妙の差し回しで快勝している とはいえ、羽生義晴は、この勝負を落とすと、角番の第5局を、後手ついで戦うことになる。絶対に負けられない戦いだ。先手の羽生義晴が選んだ、戦型は、角換わり腰掛け銀。藤井聡太が、最も採用する戦型に、あえて飛び込んでいった。定番の松の地道系から、藤井聡太は、羽生義晴の出方を待つ。 昨年12月の起用戦での対戦では羽生義晴は銀矢倉に組み替えたが本局では玉と金の位置を右に一路ずらすという凝った組み替えにするこれは2022年2月に刺された豊島正幸九段・斉藤慎太郎八段の永久順位戦と同じ進行だとここまで調べていてあることに気がついた第二局の相掛か,かりも2022年8月の 豊島斉藤線順線と藤の位戦同一だった羽生義晴の後哲外でも第1局の一手損角代わりは2022年9月の豊島永瀬拓也王座の王座前五番勝負第3局と橋歩の違いを除けば同じ第3局の岩義も2023年1月の豊島大橋紀行六段の棋聖戦と同じでこの時羽生義晴は大橋と同じ陣形にした。 すなわち直前の前例がすべて豊島の将棋なのだ。四局とも羽生義晴が戦型を誘導しており、とても偶然とは思えない。羽生義晴のセンサーが豊島将棋から何かを感じ取ったのだろう。改めて豊島がすごい棋士であることを確認する。藤井聡太に勝つための準備。藤井聡太は豊島と同じく先端を開く。斎藤は受けに回ったが、豊島に猛攻され、大苦戦した。 ここで羽生善治は変化した。強く金かつら交換し、持ち駒を次々と投下して反撃したのだ。これはバランス型が流行し始めた頃に指されていた手順で、実践例は多くないが、水面下では盛んに研究されていた。ただし、それは藤井聡太が棋士になる前のことで、羽生善治には研究の蓄積というアドバンテージがある。なるほど、ここで経験の差を生かそうとしたのか。 藤井聡太に勝つために、ここまで準備していたのだ。前例とは、羽生善治陣の配置が違うが、これが果たして吉と出るか、凶と出るか。藤井聡太は、57分の兆候で、銀を打って受ける。公式戦では出ていないが、有力とされていた手で、私は弟弟子の渡辺タイム六段に教わったことがある。藤井聡太は、過去の研究は知らないはずなのに、初見で指すのはさすがだ。 だが、羽生義晴にはまだ秘策があった。なんと打ったばかりの、カツラを成り捨てたのだ。この成形を銀で取ると、負がなる。玉で取ると、カツラがいたマス目に、馬を作る。どちらのルートも難解で、見通しが立ちにくい。重大な選択を迫られ、藤井聡太は2時間24分の大長考で封じ手にした。2日目、大方の予想を裏切り、藤井聡太は玉で取った。 羽生義晴は馬を作った後に飛車を出る。藤井聡太は飛車の動きを封じるために角を打って受けたが、羽生義晴は飛車を切って角を敵陣深く打つ。銀を桂に変え、桂を捨て、飛車を角と変える。駒損を厭わない凄まじい猛攻だ。とんでもない手が表示され、思わず巨影と声が出る。ここで藤井聡太に異変が起きる。 封じ手にあれだけ考え、予想通りに進行したにもかかわらず、動かなくなってしまった。藤井聡太の肩が落ち、誤算があったことを隠すことができない。一見、カツラを打って受かりそうに見えるが、そこで馬を一路玉から離れる手が妙手。これでどうやっても攻めを振りほどくことができない。ちょうどその頃、私は現地の東京都立川市のソーラノーホテルに到着した。 携帯中継を開いたその時とんでもない手が表示され思わず巨えへと声が出るふわたまに銀捨て銀を犠牲にすることで飛車と金が働くが無償で銀を渡すとは何という手を思いつくのか控え室に入り福立ち合いの佐々木大地七段と検討する佐々木は冷静に局面を説明した取った銀を玉の原から打てば 羽生善治優勢とモニター越しに羽生善治を見ると落ち着き払った表情で動揺した素振りは全くないやがて羽生善治は持ち駒の銀をつまみ藤井聡太の勝負手は不発に終わったこの後は羽生善治の独壇場となった慌てず急がず冷静に攻めるだけでなく地玉にも目を配り絶対に負けない手を選ぶ 藤井聡太が放った攻防の知人格にも正確に対応し最後は桂を取りに歩を打ったのが手堅い決め手入手した桂を大手で打ち込んで決めた藤井聡太がこれだけ大差で負けるのは一体いつ以来だろうか羽生善治は楽しそうにそうかまずいですね局後のインタビューで藤井聡太は封じ手で同玉か同銀で迷っていたんですけど 角を打たれる手が思っていたよりも厳しくてダメにしてしまったなぁと思いましたカツラで受けるのが自然なんですがそれが思わしくないことが見えていなかったので角打ち以降ははっきり苦しいかなと読みの精度が足りなかったと思いますと答えた別のホテルで行われている大盤解説会で挨拶してから感想戦最初は雰囲気が重苦しかったが検討が進むにつれ会話も弾む はるは右手をタクトのように動かしタンタンタンと将棋を指す手つきで床をたたく藤井聡太は左手で扇子をくるくる回しついで右手に持ち替えてまた回す二人とも相手には見えないように将棋盤の下でこの仕草を続ける子どもがじゃんけんで何を出すか決めようとしているみたいだ 2日目からの局面は盤上に現れることもなく銀で取ったらどうなるのかだけを検討していく羽生善治が敵の不頭に金が出る棋士を刺せば藤井聡太が角切りの返し技を放つ「そうかーまずいですね」と羽生善治は楽しそうにつぶやく乾燥戦開始から50分が過ぎ盤上が動かなくなる。 両者とも沈黙しもうそろそろ乾燥戦がお開きかなと思ったところで羽生善治が「あっすいませんあと一個だけ」「感想戦だけで一つの作品ができそうだおいおいまだ続けるのかしかも一つだけと言いながら別の変化も調べ始める羽生善治が金を餌に寄せ合うというすごい手を示せば藤井聡太は角を切り銀捨ての王手をかけるああなるほど罪なんですか?」 なるほどえーと捨て駒が3回もある罪なんですがそうですか2人はすぐにわかるんですかもう感想戦だけで一つの作品ができそうだ結局感想戦は1時間を超えても終わらなかった全くこの2人は大盤解説会の解説を務めた谷川浩司17世名人も感想戦の様子を控え室のモニターで見守っていた。 谷川に話を伺うと、もう趣味の世界に入っていますよね。笑い。二人とも将棋が好きですよね。感想戦なのに全く妥協しないですしと、苦笑しながら答えた。羽生善治と同世代の森内は、シビアな将棋でしたね。選択肢が少なく細い迷路にはまりやすく、初見で間違えずに選ぶのは大変ですよ、と、藤井聡太の苦悩ぶりをおもんぱかった。 うさののネクタイはファンにたたくくんいただくので、感想戦終了後に羽生善治にも話を聞くことができた。銀捨てではなくカツラを打ったらどうしましたかと質問するとどこにカツラを打ってきても馬を寄って攻めますが馬を切らなければいけないのでまだまだ難しいと思っていました。和服やネクタイについては和服はデザインも色も全て妻に任せています。 ウサギのネクタイはファンにたくさんいただくので何本あるかわかりません。笑いと対局の後なのに疲れを感じさせない笑顔を見せた。間近で見るとやはり羽生善治は若い。以前25歳の羽生善治が戻ってきたと書きちょっと大げさだったかなと反省したが間違いではなかったようだ。 ウサギ柄のネクタイを締め緑がかった青色の鮮やかな羽織を着こなし2曲しか前例のないマニアックな陣形に組み藤井聡太のお株を奪う桂使いで敵陣を破壊し2時間近くも持ち時間を残して鑑賞しグラビアアイドルのような撮影もこなすこれで52歳であるわけがかつて角換わりの常識を変えた一人の棋士のこと。 1990年11月9日、私は奨励会2段で大広間の対局の記録係だった。この日は A 級順位戦など、対局が多く、藤井聡太う三段、木村和樹三段、め方正治初段らも記録係だった。午後5時半過ぎ、記録を終えて控え室に入ると、何人もの棋士が盤を挟んで、検討に熱中している。 A 級の将棋かなと思って、将棋盤を見ると、別室で行われていた王位戦予選だった。先手の森内は、まだ二十歳ながら、谷川を破って、全日本プロトーナメントで優勝しており、実力は鳴り響いていた。だが、後手の棋士は、角換わり腰掛け、銀同系を堂々と受け、銀、カツ交換して反撃し、絶妙のかつら捨てで優位に立ち、検討していた棋士をうならせた。 それは本局の羽生善治の差し回しに似ていた。まだウェブカメラもないため、私は検討している棋士に頼まれ、進行を見るために何度か対局室に入った。後手の棋士は26歳ながら対局態度が落ち着いていたことを覚えている。島明球団はこの対局を将棋世界史上で紹介して、これから先どんなに素晴らしい手順が現れるとしても。 現代に新しい1ページを開いたパイオニアのこの1曲より評価が上回ることはありえないと断言したさらには著書「角換わり子仕掛け銀研究」でもこの結果を目にした多くの棋士が新たな問題意識を持ち同型が見直されることになると綴った楽もせず多数派に流されもせず後手でも攻める意識を持ち森内に当時の話について改めて問うと あの将棋は私が仕掛けを間違えましてうまいカツラ捨てをやられて完敗でした。ですが一番思い出深いのは私が順位戦初参加の時に2回戦で対戦した将棋です。なかなか駒がぶつからず、不以外の駒が九台に乗ったのが午後10時過ぎで2点3点の大熱戦でした。最後は入玉されて負けました。確か終わったのが午前1時半を過ぎていたと思います。 午前1時43分終局です、手数189手。35年近く前の将棋なのに、まるで昨日指したかのように、彼との思い出を述べた。この期の C 級2組は、森内は8勝2敗で昇級できず、代わりに上がったのは、同じ8勝2敗ながら、順位上位の佐藤康光だった。ももせせずず多数派に流されもせず 後手でも攻める意識を持ち盤上では厳しく盤外では優しくそして将棋連盟の野球チームの監督をするなど皆から愛されていた棋士それが中田裕樹球団だった中田森内戦がきっかけで後手が避けるべしと言われていた角換わり腰掛け銀道系が盛んに刺されるようになるやがて丸山新手や富岡定跡などたくさんの新手や定跡が生まれた。 中田はその後もいくつも荒手を足し皆が参考にした現在は同型でもバランスタイプに変わったが中田が果敢にチャレンジしたからこそ現在の流行がある棋士が残せるのは棋譜だけだ中田将棋を忘れないでいただきたい